体育サボってんじゃねえ。陰キャのクズ野郎。でまあ俺のことだよ。まあ運動神経ゴミだから、体育なんてサボって当然だったぜ。体育サボってずっと、フォークリフトや、救急車の絵ばっかり描いてた、オタクだったぜ。人間はできないことはやらなくていい。好きなことだけすればいい。で俺の意見が正しいかどうかは、実はよくわからない。